はい、ということで今回はコンサドーレ観戦、J1 リーグね、コンサ対アビスパ、アビスパ福岡ね、見ていこう。まあ、とりあえず一旦昼飯食って聖地札幌ドームに向かっていきたいと思います。札幌ドームなんてね、一番ワクワクするから。あそこグルメチャンネルです。グルメしていこう。明日からちょっと入園期オフなんで、ちょっと今日はスタグルしていこう。スタグル、スタグルです。今ツイッターで朗報ありました。菅さんスタメンです。来た来た来た、学べるよ相当。ちょっと今日勉強しに行きます。勉強、学びの聖地札幌学びの聖地札幌ドームに変わりましたよ。これ復帰戦見れんだね。これでかいわ。これはお疲れ、見に全然あり。これは楽しみ倍増です。これちゃうな、札幌ドームまで歩いてるんですけど、ついに5年ぶりの札幌ドーム見えてきました。いいね、この丸みがいいね。大学生マッシュみたいな感じですね、これね。やっぱドーム見るとやっぱ気分上がるね。今日の来場者数の予想は15万ぐらいですね。はい、溢れ返ると思う。もう外で音楽しむ人がいるからやっぱ札幌ファンね、熱狂だから、熱狂的だからね。札幌結構応援すごいと思うよ。レッツ山がコンサドーレ、あとどこそこにあるの、すげえ200ファンみたいな。来たよ来たよ。いいね、 KFC やんじゃん。注目選手は小前選手です。小前選手どこだ。違う、あれ青木選手だ。いました。今日もキレキレのドリブルを期待しましょう。31コンサー。じゃあ俺はリアルに当ててみて、あすげさんなら1点も入んないから1-0。コンビニ1分。焼肉の鳥でかいな、それでかいな。焼肉ならちょっと本当に俺ピッチに飛び出てく可能性ある。得点のあれによっては安賀ちゃん2試合連続決めてるから、あるよ。見て、あのふくらはぎも太ももやん。いいね、これ選手権あれだもんな、札幌ドームだもん。準決から決勝だけの方。決勝だけ、ここでやれるの相当いいぞ。こんな天候に左右されないサッカーないよな。マジいいやん。ピッチに水まけるっていいよ。これでしょ。いつもどれぐらい？いつもで1号とかな。俺の予想は1万3000人。じゃあ俺1万1000。1万1000。おお。そんな入ってんのか。Thank you.
遅いレイプさ、絶対得点入ってる。いや、絶対決められてる。え、なに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 、見てないよ。階段駆け上がってる途中に悲鳴聞こえたから、失点かと思ったけど。いや、絶対決められてる。え、なに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 、予想前半で惜しくも散りました。3-1 まだあんじゃない。3-1 は可能性まだある。まだあるね。やっぱいいね、生で見れるの。おもろいわ。ドームいいわ。ドームいいわ。見る側もやる側もいいよね。勝てないっていうのは。ね。健康に左右されないね。ゴール来た。えぐい。スーパーゴールだ。おい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 。あんなスーパーゴールの後に、まだわかんない。菅さん止めてくれる。行け、菅さん止めてくれ。いや、おもろい試合でした。ミシャの講義が一番見どころだったね。もう後半試合見てないんじゃん。あんまり暑いね。はい、ということで完成終了。2-2です。 2-0 から2点追いつかれた。どう、あの浅野のスーパーゴールからの地獄へ落とされる感じ。うわ、開いた開いたと思ったよ。VR かい。あれだってもう年間に数回あるかないかだよな。本当に。まあやっぱ生で見るサッカーやっぱ面白いですね。また来よう。MVP は今日は浅野です。やっぱ失わなかったね、キープ力。すごかったね。あんなにいいんだね。僕はミシャ監督ですね。後半の強度相当高かったですね。試合見てた、ちゃんと。はい、ミシャ。いや、見てなかった後半。で、ああいうのマジで、でも監督と共に戦ってる感っていいよね、なんか。監督めっちゃ戦ってくれてんじゃん、みたいな。逆もあるけど。とりあえず、帰ります。スタジアムから帰ってまいりました。ドーム観戦ってね、最高だね。まあ、大学で金沢に行って、J リーグを見る回数が減ってしまってたんですけど、まあ、改めてこっちの北海道帰ってきて、5年ぶりに J1 を札幌ドームで見たんですけど、やっぱいいね。やっぱあのスタジアムの空気感とか、テレビで見るものとやっぱ違うものがあるじゃないですか。感じるんじゃないですか。ちょっと今シーズンね、また何回かこう見れればなっていうふうに思うんで、特にやっぱサガン鳥栖とか自分が参考にしてるキーパーとかね、まあ、目で見て観戦できるとすごい、まあ、勉強にもなるんで、ね、はい、ということで、今回は、ドームに行った日でした。僕の SNS で、ね、概要欄に貼っておりますので、そちらからフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。Thank you.